ミコ様、あ、ミコ様、あ、いる、ミコ様いる、待ってくれ、あの槍、源一郎もおるやんけ、やっぱり。え、ミコ様切られたんか、嘘だろ、お前。クレオ様、ミコ、お前、マジ許さねえぞ、お前、何してくれてんの、うちの。え、久しいな、ミコの忍び。あ、こいつ血を浴びたのか。見よ、不思議のもう一振りよ。え、一郎殿、もう一本の不思議があるのか、こいつ手に入れたのか。そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。かわいい。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。は、苦労をかけるな。とんでもございません。行為、行為。巫女様のおそばに参る。あの時の借り返させてもらうぞ。しまいとしよう。うわ、ついに決着やな、こいつと芦田源一郎。行くぞ。俺がアシナを生かす。いや、お前がアシナを生かすの勝手だよお前がアシナを生かすの勝手だよ。知ったこっちゃねえよ、俺は正直好きか、もう知ったこっちゃねえよ。勝手に生かすなら生かせよ、巫女様巫女様を解放してもらうぞ見づれえこのステージ。なんということか、見づらいな。いやでも源一郎基本はあんまり変わってなさそうやな。第二形態、あ、これジャンプ分かっちゃいるけど瞬時に反応できない。多分第二形態どうしてあるんだろうこれ。うわ、マジか。なかなかやりおる源一郎だが、まだだ、行くぜカイバー。ああ、うわー、おー、行く、行くぜカイバー。はぁ、ドロー、うわぁ、カイバー行くぞ源一郎殿、チャンス。よし、うっとったり。だがまだあるんだろう、どうせお前のことだ。とったり、巫女様お逃げください。何もできなかった。だが竜印がこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。え、どういうこと、何してんの。え、なになになに、何してんの。は、え、哀れな魔物。え、サインをお願いします。一心様、え、どういうこと。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。どういうこと。ゆえに赤炉、必心様、お主を斬るぞ。えぇ、ー、アシナの天狗が相手かよ。参れ赤炉。かっけぇ、かっけぇ、聖剣アシナ一心、全盛期の一心様じゃん。かっこよすぎる。一心様、行きますゆえ。うわ、それ月か。あ、なるほど、かっこよすぎないか。あまりにかっこよすぎないか。そう、いやい、うわ、足の十字切り、
さすが足の竜の使い手。はえ、こいつダメージ与えられるのか。光った時に、光った時に弾きか。めちゃくちゃなんかのリング効かないかな。傘なんだろう、なんかの幻くない。これで攻める。おお、ここチャンス。いやでも間に合わねえんだよな。もうこれいなして弾きで倒すしかない。おお、すごい、ストームルーラーやめちくれ。よしよし、一発届いた。幻くない、貫け。これで幻くないでガードの上からでもダメージを与えられる。あとは見切りの後、あてか居合の時チャンスなんじゃない。居合の時切りに行ったら多分当たるんじゃない。行きますぞ一心様。このじじ強い。このじじやりおる、なかなかにやりおる。アシナを守るためとはいえ、なんで俺こいつと戦ってんのかもう分からなくなるぞ。誘引の血を悪用しようとしてるからか。もう俺は巫女様とゆっくり静かに暮らしたいだけなんだ。はい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 、連打最強と思ったけどガードの上から削られちまったな。ごっそり削られちまった。よし、これで攻めの動きを作る。よし、うわ強え。強えよ。ちょっと一度出直してくるか。一心様のことづてについて。狼殿、一心様より託されたものが。託されたもの、お受け取りください。なんだ。おー、秘伝の書。アシナ、無神流の秘伝書。秘伝スキルを習得できる。若き一心はとどまることを知らぬ男であった。貪欲により強さを高みを目指し続け、その果てに国を取ったのだ。無心にあらゆる流派を飲み込み続ける。その心持ちこそ、元来の一心である。故に伝書、生涯未完なり。これかっけえ。アシナの秘伝です。一心様は、セキロがこれを極める様を見たい。なるほど。そして叶うならば、立ち会いたい。立ち会いたい、そういうことなのか。仰せでした。そうか。なるほど。そういうことだったのか。一心様、あなたは、この私が、アシナ無侵入を、極める様を見たい。そう言ってくれました。だがすみませぬ。まだ、私は未熟ゆえ覚えきれてはおりませぬ。しかしちょっと待ってください。一心殿、やばい、風が収束したらまずいよ。しかしあなたはこの私と叶うことならぜひ立ち会いたいと言ってくれた。ゆえにこの場で倒れるわけにはいきませぬ。一心殿、最後へのあなたへの恩返しにございます。この赤炉、あなたがくれた赤炉という名前、その感謝返すでござる。一心殿、ぜひ立ち会うでござる。私でよければ行きますぞ一心殿。うわさすが一心殿、これは月へ呼んでいますぞ一心殿。もうちょい行くぞ一心殿。あいやっとったり一心殿打ち取ったり。あや行ったは入ってきた。入ってんじゃねえぞ。行ったはマジか。一段階ごと、うわ長槍だよ。うわ投げ、うわどこまで連続技が続くの。限ってきたわ一心殿。なかなかやりおるな。やりだけになかなかやりおる。まずちょっと HP 削って、あー投げ。改正の力、まだだ。迷いが生じた時人は負ける。いった、強いよ強い一心殿。
そこじゃ、ほら、ぐらえ。どれ。さて、ここから。ここから。この槍を出してくる。ここ狙い目、ここ狙い目なんじゃないの。ここ狙い目なんじゃないの。来ないで、来ないで。これマジわかんねえんだよ。やめてやめて、早い。二連撃ぐらい来る。いって。火力おかしくない。火力おかしくない。うおー、リーチもおかしい。火力だけではなく、リーチもおかしい。いやいやいや、何それ、銃卑怯だよ。なんでこの時代にそんなに連続で撃てる銃があるんだよ。やめてくれよな。卑怯なり。何番トライの武器か。卑怯なり。一心、わしの一心。何撃ってるの。あれ、何持っていった。やばいやばい。あ、強え、マジで。冗談抜きで強えぞ、このジジイ。マジで、これは国取るわ。道理で国取りますわ、これ。いって、それ、むちゃくちゃじゃん、それ、ほんとに。どうなってんだよ。うわぁ、なにこれ。うわぁ、そこの跡が、迷ってねえんだよな。迷ってねえけど負けんだよ、その強さ。あ、槍をブンブン暴れて振りましたらチャンス。最後に月が飛んでくる。そこは理解した、そこは理解したが、後の理解度がわからねえ。なんかモーションが似てるからよくわからねえ。俺にはわからねえ。どうする、マジで全然わかんねえぞ。結構なってくる。この後に2連切りが絶対に来る。飛び込み後に絶対2連切りが来る。から下がってそこをヒットアンドフェイに削っていくしか。俺にはもうできねえ。もうしんどい。そろそろ疲れた。この映像も使えるか分からないってなると、俺はもうだんだん喋る気力すら失せてくる。喋ってる場合じゃねえんだよな、このゲーム。喋実況できる難易度してねえよ、これ。で、まだ2連が来るけど、もう無理。もう回復。もう無理。はい、はい。これもうちょっとずつ削っていくしかない。もう無理。こいつ強すぎる。一周目とりあえずクリアしたい。さすがにもうこいつラスボスだろ。もうこれまたあったら俺もう本当にしんどい。どれくらいやってるかわかんない、今。日にちをまたいで。5時間、6時間ぐらい、今やってるけど。本当にわからない。3つになったら倒せんだよ、これ。今回いけそうかもしれない。まあ、ひょうたんが6個あるのはマジででかい、マジでかい。ちょっと岩の間でもう体力も体幹ゲージも自由に回復しつつ見て、でも向こうの体幹ゲージも枯らさないようにしたいけど、もうここは HP1人で行くしかない。ちょっとずつ相手が飛んできた隙に。これ連撃叩き込みすぎると、バックステップ投げ払いで金払われるから注意。もう取りに行けるところだけ取りに行く。これこの飛び込み、距離を離してると飛び込みしてくるから、その後の2連切りの後に入れるだけの、もう簡単なお仕事になるしかない。もう俺の技量では無理だ。俺の技量では無理だ。これ1周目はこのフクロウ戦法で、すまぬ一心殿、全てを吸収するのが芦名無心流。無心流を極めた私と手合わせしたいと言ったのは一心殿。これは我が父九郎のやり方よ。いかなる手段を使ってでも勝つ。それでよいのだ。よし、安全に誘ってその後に切りに行く、切りに行く。あわよくばもうそろそろ体幹も削っていけるか。でもうちょっとや、もうちょっと。アシナの、アシナ一心のアシ、アシの字にかかるぐらいの HP になったら行こう。もう無理。もうちょ動画映えとかも知らんわ。もう疲れる、もう疲れた。日にちをまたいでやってる。もう疲れる。行ってくれ。もう精神的にもう真っ向から弾く記録なんて残っておらぬゆえ。許せさせる。石野の、その後はチャンスでござる、チャンスでござるよ。これはいけるか、これいけるか、やっと第3形態いけるか。参るぞ、一心殿。あやばい、
うまっ、あ、いったいったいった、あぶね、一心殿、あぶね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 、暴発しまった伏切が。参れ一心殿。さて第三形態何が来る。おお、ソニックブームみたいに飛んできたな。雷降ってきたんだが、やばいだろ、当たったらこれ怖っ。なになになに、あ、変わんないのか第三形態は。さてはあまり変わらぬと見た。ちょっとこれ安定行動で HP キルするか、もうこのままこの調子で HP。 うわ、なになに、あ、でもあれはチャンス一瞬の、あ、やばい、これさ届かねえ時があるんだよな。何が来る？うわ、出た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 。銃とは卑怯なり、卑怯なり一心殿。怖え、怖え。いやあ、あ、それ、なるほどね、なるほどね。足、巴流源一郎が使ってこないと思ったら、おめえが使うのか、その雷。やっぱり、源一郎の死に。当てがったみたいな、巴流を当てがったみたいな言ってたが、やはりこのじいちゃんもその巴流の女性と知り合いっぽいですよね。もしくは母親妻がその一族とかなのか。 DLC が来るとしたら絶対そこ関連来ると思うんだよな。ちょっと俺雷受ける気にはなれねえ。ここでちょっと受ける気にはなれねえな。あ、でもこれ第2、まあ実質第3形態か。第3形態と基本の戦い方は同じで、雷の技が増えたっていう感じかな。怖え。でもこれわざわざ受けに行く必要ないだろう。これこの飛び込みの後2連が来るから、この後に切っておけば、多分時間をかけてミスをしなければ多分突破ができるはず。ただこの戦い方非常に時間がかかるね。非常に時間がかかる。ゆっくり相手の動きをよく見て、刺せるところで安全なところでだけ刺しに行く。それでいい、今はそれでいい。勝つか負けるなんだ、負けるかなんだ。ここで負けたらまたやり直し。そっちの方が今は答えるゆえ、ここでは貪欲に泥臭く刺しに行く。確かに正面から一心殿を弾いて体幹治療を狙った時の脳汁は、それは素晴らしいものだろう。だがそれは初見一周目プレイで、私はやらなくてもいい。それは二周目三周目ですることだ。今重要なのは勝つこと、何よりも九郎様を救うことだ。クロウ様のため、どんな手を使ってでも今勝たねばならぬ。ならぬゆえ一心殿、ここで敗れてはくれまいか。一心殿もこの芦名の国を救うため私にかなわなく勝たなければいけない。それは非常にわかる。だが私もクロウ様のため戦わねばなるまい。孫のためクロウ様の力が必要なのかもしれぬが、一心様その力があればこの芦名再び蘇らせることもできるというもの。なんということだ。一心様どうかここは引いてはくれるか。本当にちょっとずつ、もうここで負けるわけにはいかぬ。黒様が私に力を与えてくださるゆえ。ああ一心様、なんという強さ。空も泣いておるわ、この嘆いておるわ。雷怒っておるわ。一心様手を連れて怒っておるわ、嘆いておるわ。皆はこいつを簡単に突破しているのかしないし、俺は大苦戦しているせい。マジで強い。どうしたらいいんだ。ステージが広いのだけが助かったら、ただ筋の筋肉ステージ上なんか技が見えづらいのは、ちょっと戦いづらいところ。今も邪魔をしたり、今みたいに銃を弾いてくれたりは、とてもいいギミックであり、悪いギミックである。その石を今うまく活用して、回復、残り4つの召喚をどう使っていくか、それが重要になる。はい、それはそれ。暴れたところは体幹はちょっと太ってるけど、あれやな、一心様の、唯一の危険になるかわからんが、体幹の回復速度は遅いのかな。あと第3形態が、雷の技が増えたんですね、だけで、第2形態とあんまり動きが変わらないっていうのは、割かしチャンスなはずなので、もう安全に遠距離から飛び込んできたところを狙って、倒しに行きたい。なんとしてでも、なんとしても氷山で回復したいわ。そして回転も一回残っておるわ。幸い回転も一回残っておる。自己死は一回だけ、なんとかなるぜ。あ、これ雷が取りたいけど、ちょっと今もう体の脳が疲弊しすぎて、ちょっと今ちょっと取りに行く元気がね、気力がないゆえ、そんな状況でも私は九郎様を助けるため、落ちてくる雷。あれに当たってするってことがマジで一番心折れるから、それだけは勘弁してほしい。よし、ここでちょっとずつ取りに行く。一心殿、第三形態は初見にて突破できるかもしれない。この後だったら本当にやばいよ。本当にマジで本当にやばい。それをさすがは精神と褒めたたえるしかない。この銃マジでどうなってんだよ。4連射かやばくないか。その銃を最初からオープニングムービーで組み取りで戦ってる誰だっけ。羽村みたいな。羽村相手にその銃を
迷えば負ける。見切ったり一瞬だぞ。雷返し決まった、決まったぞ。一瞬だぞ。見切ったり死ぬがいい、死ぬの。見切ったり一瞬だぞ。やっぱりごめん。ノリこれちょっとこつ、おお。お前もまさしく友だった。え、なるほどね、死を受け入れたと。かっけえ、マジかっけえ。一瞬殿じゃあセキロ、さらば。一瞬殿不思議り、一心殿マジでかっこよすぎるだろう。冗談抜きにかっこよすぎるだろう。戦いの記憶、聖剣柱一心。この人の家臣になる、なりてえわ、俺も。前世の柱一心。死闘の日々を重ね、強きを追い求め、ただひたすらに切った男。かっけえ。秘伝、竜戦。なんか真空、使ってた技か。はい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 。おー、スキルポイントが2万入りました。あ、あそこに赤い光が。やっぱこのゲーム、HP は、序盤は HP 削って、後半で体幹削りに行くのが良さそうです。おー！巫女にひざまずく。巫女様！嘘だろお前！この、青髪踏んでる？踏んではいない。涙を飲ませる。そうすると蘇るの？え？巫女様。ずっと狼を探しててくれたのか。てかそこでずっと倒れてたのか。踏んづけたかもしれねえ。おそばにおります。巫女様。私はここに。ああ、尊い。本当に尊い。でもこれで救えるの？竜の涙。巫女様、赤い。え？嘘？え？何してんの？え？嘘？え？何これ？え？何してんのこれ？あ、留院を立つだけだよね。巫女様は。生涯の忍びを。え？たちをお願いできますか。え、うん、え、巫女様は、巫女様は串立ち、そういうこと、巫女様ごと葬るの。俺は嫌だ。それだったら生きててくれ。頼む、ムービー開けたら生きててくれ。あ、物資になってる。え、でも決まって仏さんの顔は怒ってる。そういうことか。え、迷い込んできたものが、いや、エマ殿。これはやはりあなたが持っていてください。え、あ、腕ね。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。なるほどね、なるほどね。はい、よくできた話。いやー、マジで神ゲーすぎる。あとちょっと見てないところもあったから見ていきてえな。